2023年分の所得税の確定申告が16日、全国の税務署などで一斉に始まった。消費税のインボイス制度が昨年10月に導入されてから初めての確定申告となる。売上高1000万円以下で免税事業者だった人も、10月1日に制度に登録した人は12月末までの3ヶ月分の消費税の申告が必要だ。品川税務署にはこの日、俳優の高橋英樹さんが訪れ、タブレット端末を操作して電子申告 e-tax を体験した。高橋さんはあまりの簡単さに驚いたと話した。自民党派閥の裏金問題については何が何だか理解しにくいですね。妻の美恵子さんは正しく納税していただきたい、私たちも正しく納税しましょうと話した。